てみよう。そこには未だ見えぬ果てなきしるべめくる新たな一ページ、その先に強に野鳥に続く願いを見せ、届かないと思ってた本当は伝わる国の奥に。ああ、そうか。いつだって人はロマンを求めて生きてきた。さあ明日へ。ありがとうございました。共演袖触れサザンカの皆さんでした。